神武町動物は互いに禁煙と考えられるチンウズムシ類と無鳥動物を含む動物群で神武町動物モンファイラムゼニコーラモー派として一門のレベルに置かれる。共に元は変形動物だと思われており、分子系統解析により独立した動物門として解釈された新しい動物門である。神武町型動物と呼ばれることもある。1870年。 ウルヤニンにより無腸目アッコラウルヤニン1870が設立された。1940年、カーリングにより川中心系目ネマータダーモットだ、カーリング、1940が設立された。これらは1986年まで、変形動物門の渦虫砂の中に含められていたが、スミスラにより、変形動物の伝統的な分類は否定され、無腸動物、 小砂城類カッタネリダ、そして有望状態類ラブディートファーの3系統に分かれることが示唆された。そして1985年、エラースにより、無鳥動物門、アッコラモーファ・エラース1985が設立された。1999年に、ルイズ・トリロラにより報告された、分子系統の結果、 変形動物には含まれず、初期に分岐した左右相性動物であることが示唆された。1949年、ウェストブラッドによりチングズムシゼノタベラバッケ、ェストブラッド、1949が記載され、1999年には、オラ・イスラエルソンにより西北ウェックス、ェストブレディ・イスラエルソン、1999が報告されたが、近年の解析により、 X バッケと同一種であることが判明した。1997年のノレンとジョンデリアスの研究では2枚以外に近い軟体動物であろうとされたが実際にはこれはサンプルにこの動物が食べた軟体動物の妖精が混入していたためだと考えられている。バーレットらは蝶をきれいに取り除き2003年に DNA による系統研究を行ったところ、後口動物に属する独立のグループと考えられ、2006年にはバーレットらの研究により、極秘動物などに近い独立の門、チンウズムシ動物門、ゼノタベリーダバーレットへ通る2006を構成するとされた。2011年、フィリペや中野博明はチンウズムシ X バッけの 自然産卵による卵と肺の観察結果を報告し、接触性の養成期を経ない直接発生型であるなどの共通点から、チンウズムシ動物、ゼノタベリーダと、無腸動物アッコラモーファを共に、チン無腸動物門ゼニコーラモーファ、フィリペイドール2011という動物門を構成することを提唱した。2011年の報告では、脊椎動物や極秘動物と同じ、 信仰動物とされた。2016年のローセラによる研究結果では、ゲノム解析によっても、無鳥動物とチンウズムシ動物は類縁にあることが示されたが、その位置は左右相称動物の規模であり、上記と矛盾する。系統的位置は定まっていないが、チンウズムシ動物と無鳥動物の類縁性は、分子系統解析から強く支持され、その共通祖先は、 両者の共通した性質を持っていたと推測される。サンゴの一種プレラジラ SP の上に付着する、無鳥動物、ワミノア SP、様々な川中心形類。A. ステレリアルブラ。B.S. サミッコラ。C.S. マーティンデイライ。D.S.LB.E.S. エエベリアビリス。F.S. ベリアビリス。G. ネマートノワズエロンゲイタス。H.S. ルブラ。I. N グランジェロッサム、J、N ウルフミャン。無鳥動物、アッコラモーファとチンウズムシ類ゼノタベリーダが含まれ、前者は、無鳥目アッコラと皮中心系目ネマウパダーモットだが、含まれる。2018年現在、無鳥目には、約380種、皮中心系目には、約10種が含まれ、チンウズムシ類は6種が発見されている。また、 新渦虫類は小型で650メートル以前に生息する2種と大型で1700メートル以新に生息する4種の2、グループに分かれる。以下に、トガまでの海分類を示す。無調目の分類はちゃんによる。袋状の消化器官と神経網を持ち、体制は、体鼓、中枢神経系、肛門、呼吸器、循環器、排出器を書く。 系統上の位置が不明なことからも、この単純な体制は、祖先的な単純さであるのか、二次的に対化したもので、あるのかは不明である。ありがとうございます。